その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。にいるすべてのモノノフに通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻するすべての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。作戦を発動する。市内の鬼を排除し防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本土より革命隊千里眼による索敵を開始。外部に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。遠ざまの兵士、今は助けられない。相手にするな。ガキの殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。ガキとは違って手強い。警戒せよ。玉振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。部位破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して部位破壊せよ。
事な戦果だ。敵の撃破を確認。見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな。象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。追破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある。戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？この場から消えた。と下船な。圧倒的優位な状況でなぜ。警戒を怠るな。またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は押さえた。全員よくやった。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念話館、味方の動きはどうなっている？はっ、霊山の本体が小田原から北上中。間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな。数限りない地平線を埋め尽くすほどにな。北の地はすでに落ちた。ここで奴らの南下を食い止める。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。なんだこいつ。おい博士、妙なやつが倒れてるぜ。帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。ったく面倒ごとばっか押し付けやってん。